今川焼きのあだ名名称ネットの反応集。20日までこの焼き菓子の名前を決める戦いがスプラトゥーンさんにて開催中、ぜひともご参加ください。大判焼き、今川焼き、回転焼き、ご座候、味まん、お焼き、太鼓焼き、二重焼き、宝楽まんじゅう、しばらく、あれ、ベイクドもちよちょ、ベイクドもちよもちよ、ベイクドもちもち、ベイクドもちょちょ、ペン、ベイク、あ、もうちょ、ベイもち、ベモ、マリもっちょ、パンシェポンシェ、おとにゃき、おばんとく、あんこ焼き、あんこ巻き、あんころ焼き、あんこまんじゅう、あんこ入り焼き菓子、あんハサウェイ、あんのん、オストアンデル、カルチャー焼き、ダイヤ焼き、おやつ、ひぎり焼き、ともえ焼き、ドラムスコ、びっくりまんじゅう、ビッグバン焼き、ひら焼き、円盤焼き、満月まんじゅう、もちつき、めおとまんじゅう、糖質の塊、太郎焼き、高太郎焼き、甘太郎、甘焼き、甘太郎、三籠焼き、無宝焼き、時和堂、ぎっし焼き、横綱まんじゅう、焼き一番、不満、愛ちゃん焼き、当たりまんじゅう、迷い焼き、しないし包み、ドラコ焼き、丸太焼き、ガメ小文字、天輪焼き、車輪餅、本堂瓶、大砲焼き、大砲焼き、円形型なんとかかんとか、丸くて甘いやつ、ズボラ焼き、まんじゅう焼き、赤道焼き、自慢焼き、レドンドパステル、サラダ焼き、オランダ焼き、ロンドン焼き、浅草焼き、大阪焼き、ドラム型スコーン、カーネルビスケット、ハンバーグ、どら焼き、金つば、ムガ焼き、マイド焼き、ピーパン、チャッポロ焼き、ドテキン、クックアパン、ジーワン焼き、ナナオ焼き、カンテラ、黄金まんじゅう、小金焼き、カブトまんじゅう、甘いで焼き、ヤマドキキロの菓子、シゲベイまんじゅう、スイートパンケークウィズリドビーンペースト、寸胴焼き、パコマン、小判焼き、鉄板で丸く焼いたお菓子、鉄平、三軸焼き、回転まんじゅう、あずま焼き、ほっぺ焼き、ガローまんじゅう、ちいかわ焼き、なんかおいしくてもちもちしたやつ、あいちゃん焼き、コンタキンテ、東海道、七こし焼き、ドリコの焼き、人工衛星まんじゅう、日式回転焼き、アンドロメダ焼き、和風ワッフル、 BAKADNOWRIVER、 今川回転大判焼き、ナギデ、ラグナロク、神々の黄昏、ヒット焼き、ホームラン焼き、花見焼き、山沢とかマックスバリューの前のキッチンカーでタコポンと一緒に売ってるやつ、神はお怒りになり人々が呼ぶそのものの名をバラバラにした、名前を言ってはいけないあの歌詞、焼き菓子界のボルデモート、分類箱ありすぎだろ、争いのもと、戦争の種、災いを呼ぶお菓子、呪いの菓子、世界の歪み、キノコタケノコ戦争をも黙らせる最終戦争、俺の名を言ってみろ焼き、まんまる焼き、まんまるもちょちょ、スペニャキ、サルコ焼き、シャイ焼き、あげません、根性焼きだろこれ、3000円焼き、ファミマのおやきはシールも入っててお得、そもそもなんだよまんまる焼きって、急にシャシャリ出てきやがって、馬娘やバンダイはまんまる焼き派なんだ、バンダイは今川焼きの犬に落ちた、日霊が今川焼きつって売ってるから今川焼きだよ、全国的に発売されてる冷凍食品は今川焼きだが、今川義元が生まれる前はなんて言われていたんだ、そもそも今川焼きは今川市由来ではなく今川橋や堀が由来なんだよな、信長焼き、第六天魔王、こいつはケチじゃね、あーこれ焼き打ちか、本能寺の焼きはまずいだろ、この問題は人類に扱える範疇を超えてしまったから AI に決めてもらうべき、正式名称はアンコリーノに決まり人類に平和が訪れた。
予想外さとシンプルさで草。だがそれは AI の統治による偽りの平和だった。完璧で幸福な市民はこの食べ物をアンコリーノと呼びます。お前もアンコリーノ最高と言いなさい。神はアンコリーノあれと言われた。するとそこにアンコリーノがあった。勢力図が書き換わるな。アンコリーノ反対！アンコリーノ反対！AI の暴走から自由を取り戻せ！アンコ以外入れたやつに使えねえだろうがクソアホロボット。この AI いつも知ったかぶりしてて俺みたい。じゃあカスタードクリーム入った方はなんて呼ぶんだよポンコツ。カスタードクリーノ。よくよく考えたらどら焼きとか金つばもほぼ同じ材料だし、それもアンコリーノになるけど。話の前半全然聞いてないなこの AI。全派閥の共通の敵となることで戦争を終わらせたってことか。アンコリーノを商標登録しとかなきゃ。ラグナロク勃発。任天堂公式見解。戦争の火種をまくな。キノコタケノコ以来の戦争案件。宗教戦争。何キンキネタぶっこんでんだこれ。死にたいなら素直にそう言え。こらかと思った。企業コラボならとか思ったけど、まさかうちわのノリでやってるのか。ゲームバランス混沌にできてねえくせに思考だけ混沌に振るんじゃねえよ。味覚とかアイスの時もそうだけど、多数の選択肢があるものを無理やり三択にするな。足りねえだろ勢力が。塩カラーズとテンタクルズも呼び戻してこい。ゴザソウロウナイトか死にてえのかいかけん。崩落まんじゅうナイトかなめてんのか。味まんもねえじゃねかよーい。ゴザソウロウやアジマンは株式会社ゴザソウロウと株式会社アジマンの商品名というかブランド名だから使えないんだ。任天堂には失望したわ。ヘイト企業任天堂を許すな。根性焼きしてやるから表に出ろ。これも外観誘致だろ。口汚くのの知り合いながら戦い合うのが目に浮かぶ。3つの候補にすら選ばれない呼び名かは嘘。もう結果出てんじゃん。やっぱりフリーナだよな。さすがに大判焼きだろ忖度かと思ったら今川焼きも多いんだな。私有は消したようだな。ベイクドモチョチョ。三位がお前なの。真の敗者は今川焼きだったか。三代なんとかでも三番目は微妙なやつになりがち。未だに知らない新しい名前が出てくるの群雄割拠すぎる。争いを避けようとして新しい名前が生まれる。名前を統一しないことで常に話題にされるという遠大な狙い。この問題は永遠に解決しない。金や契約や法や暴力や虐殺などで名称を強制しても、個人の脳内での故障までは完全に支配することはできない。どうしてもこの名称を確定させたければ全宇宙の全知的生命体をことごとく殺し尽くし、この宇宙で唯一の知性となってから自分がそう呼ぶ以外に道はない。好きに呼んでよしやき。ぶっちゃけ名前より中身の方が重要よね。やっぱりコシアンよりつぶあんだよな。新しい争いを生み出すな。コシアンに決まってる定期。クリームに決まってて草。積んだあんでしょ。小腹が空いてるときはツナがうめえんだわ。へっ、何があんこら。わしらチーズの足元にも及ばんくせに。最近抹茶あんにハマってる。群雄割拠やめろ。初めて食べたときの名前で決まるし全部認めるよ。具もいろいろあって楽しい。そんなものよりたい焼き食おうぜ。